引っ越しです。でしょうね、体調はこっちが下手くそなんですよ。こっちが宮本さん、こっちが下手くそですよね。こっちが下手くそですよね。なんでだろう。面白いな。いつまでも着地しないですもんね。だんだんそっち側も雑になってきた。どっちも雑になってきた。何をしてるんですか。いや、もう全然イメージ通りの走りができなくて模索しちゃいます。どんどんドツボに入っていってるのが見抜かれてるんだろうなって思いながら。こっちはリアタイヤで立ち上がってきてるんですけど、こっちはフロントタイヤで走ってますよね。なんでですか？わざとですか？
や、わざとじゃないですけど。決めとかないとお昼からの仕事ずっと悶々しながら仕事してたんですもうもうみんな悶々してるわっちょっと抜けたくないもしあれかの電話多分来てもらうんでこれ見てそれ見て安心して安心はしないですねあれあそこの起動ができなくなってクロールしてますけど大丈夫ですか？フロントタイヤを転がしてリアのタイヤを滑らせてるだけですもんね、こっち側は。うん、こっちはリアタイヤでコントロール、アンダーとオーバーの間をコントロールしながら来てますけど。わざとやってるんだろうな。わざとやってるんだろうなぁと思います。
またやりまた出さんかったです何個も入っとんのに出さんかったですね、またお願いしますよ。そうですね、荒木さんはこっちはリアタイヤで曲がってくるけど、こっちはフロントタイヤ転がしてくるんですよね。リアタイヤで行って、じゃあ回しきれずにフロントタイヤを転がして立ち上がる。でもこっちはちゃんとフロントも飛ばして着地して踏んで曲げてくる。でもこっちは回しきれないから宮本さんと反対ですね。でも一つ思うのは、ですね、結局こっちの立ち上がりが決まらない、立ち上がりからが決まらないと向こうは決まらないですよ。でもこっち決まっててもあっちで決まらない。難しいことをやってる状況になってしまってる。逆に失敗したところからリカバリーして次のコーナーに準備していって入って、で決まったらそれを維持してきて、だから荒木さんは逆に言うとここヤシの木決まるじゃないですか。決まっていってこれ左の遠心力をとどめながら、その遠心力をアクセルで右に移して、でフロントに回してねじって飛ばすっていうところの動作っていうのが難しいですよね。そうっていうのが自分の中じゃまだタイミングが合わない、だからそれをヤシの木をちょっとグリップっぽく立ち上がっていって、途中からホイホイっていったら決まりやすくないですか。でもそれだと、ヤシの木が多分回れないですね、リアタイヤで。結局こっち側ができるのか向こう側ができるのかの違いで、そこには何かがあるような気がするっすよね。そのちょっとしたなんかやっぱり遠心力をアクセルでとどめて、アクセルで振り移し替えるっていうところの難しさを、まあ、2人とも分かってるから、それで遠心力を向こうにやるっていうのが、はい、なんか結構最近この直線ばっかやってて、昔は知ってたんですよ。それ以上に最近ちょっとステアリングでの、まあステアリングも絶対必要なんですけど、若干のこう戻すときに反対にこう切れるっていう、なんか忘れかけたとこがある気がして、いわゆるシフトチェンジのところ、そうから3に入れるところ、そういう感じのところとかですね。だから多分ですね、どっちがそこをコントロールできるかなんです。多分どっちかだけをしようと思ったら2人ともできるんですよね。だから決まった後がコントロールできてない。たぶん移し替えるところができないからだと思います。ですね。そこが問題だと思います。だから宮本さんは向こうでそれ同じことが起こってるんですよ。自分はこっちでのこの。そうです。だから、あ、お疲れです。だからどっちかっていうとこっちを失敗した時の方が向こう決まりやすかったりするんじゃないですか。なんかちょっとそれも意識して走ってみると、で自立ってあっちのためだけに、そこのモーメントの、そうですね、そこを持っていくためだけを考えてやってみたいな。